確かになんかあの見えますよね。白くテレビっぽく見えるみたいなのを教えてください。確かに。なんか今年がタツで来年がヘビだから。高岡神社で龍の形のなったじゃないですか。なんかその地元でのなんかその話題っていうかなんかあったりしたんですか。地元は全然なかった。たまたまその本当に地元の人なんかこちらにいるお姉さんもあの犬の散歩とかで見てはったらしいけど、全然気がつかなかった。気がつかないから、そう、そういう風に見えた人がすごかったん違う、ね、倉敷の方の人なんか宇宙人も来はって。僕が高岡神社って普段どんな感じだったんですか、その以前は。今はもう全然静か静か, 静かそう、お正月も地元の人の参拝客のみで、もう本当そうなんだけどね。今年やっぱ今年はもう爆発、やっぱ龍神様の効果が強いんですか。それはそうやね、みんなここでお参りしてる人、まあ、半分ぐらいはここに寄っておうどん食べて帰らはったんじゃないですか。確かに、まあこの辺ご飯食べるとかあんまないですよ、ね、でもアホみたいに忙しくなったらどうですか、やっぱしんどいですか。しんどいですよね。もうなんかね、なんか今までのあれで良かったんかなって僕も思ったりもしますけど。このほどまであっても一番いいよ。ここにあの貼ってあるからね、これを見て見に行ってちょうだいね。